すのじゃ。またんか、事情も知らぬのに月下がちょっかい出してどうするのじゃ。事情を知らないから一方的な言い分で納得できないのよ。おかしい話じゃないわ。お主が見てわかる問題でもないじゃろう。生命の良し悪しが月下にはわかるのかと聞いておるのじゃ。わからないかもね。だから何？だから全部信じて委ねますって、エステルは交渉は聞くと言ったの。なら交渉材料として現状を私なりに理解するのは普通のことよ。ねえ、事情は理解してるのよね。私にとってとても大事な一戦なの。ここまで私を止めるってことは何か策はあるの？時間もないのに。月下こそ、この先に行って策を得られると考えておるのか、後悔はせぬのか。後悔以前の話だって言ってるの。現状無理と判断したら私だってバカなことはしないわよ。知らないうちに隠し事の趣味ができたのね。知らぬが仏って言葉もあるし全部知りたいってわけじゃないし、別に嘘を言われても気にしないからいいけどね。どんな事情であれ、邪魔をするなら容赦はしないよ。くどいのは嫌いなの。なら好きにするとええ。じゃがこの件、わしは関与せんからのう。感じたことのないオーラを感じる。多分こっちだ。ここ周辺ね。ということは姿は巧妙に隠してるってことね。どこだ、気配はこの辺りを示してるのに、特定はできない。もしかして騙されてる。月下、ただ利用しようとしている君では誰もついてきてくれないよ。ほぎゃ、プルート、席に言われてここまで来たのね。主、やめようあぬ、そっとしておいてあげようあぬ。このまま進むなら私たち旧鬼神使は月下に力を貸さない、ボイコットするよ。これは席の意思でもあり、私たちの意思でもある。考え直してよ、切羽詰まってるのは皆知ってる。だけどこの選択はきっと誰も幸せにならないよ。みなして事情は伏せて私に説得するのね。筋が通らないのは理解してる。理解させたいならちゃんと事情を説明して。今月下が求めようとしている二人は月下の最大の可能性なんだよ。月下の全てを担った大事な二人。だから守りたいんだよ。二人。てっきり一人だと思ってたのだけど。その二人がいる空間にはエステルだけしか入っちゃダメあぬ。空間含めて想像の計算を組み込んでるから主が入ると計算が狂ってしまうあぬ。そう聞いてるあぬ。考え直してくれ。今の策を諦めさせておいてあとは自分で考えろなんて無責任なことは言わない。私たちも協力して考える。だから今の策だけはやめてくれ。メリアちゃんだけなら別にそれでいいわね。でも相手にはもう一人、世界王のルンがいる。世界王には世界王と同等の人物を当てるしかない。その策があるの。エステルと私と旧鬼神使しかいないこの世界で。ほぎゃ、勘違いしてるなら言っておくわ。何事も綺麗事や成功法で解決できるほど世界は優しくない。汚くても最善じゃなくても、タイミングが悪いだけで別の策を考える必要だってあるの。創作みたいに問題に対して、綺麗な案が都合よく浮かんで、都合よくことがうまく運んで、無駄のない完璧な成功なんてそうそう起きるものじゃない。わかるでしょう。妥協という選択もその時の最善になり得る。目先の利益で自分自身の可能性を潰す、後先後悔する選択で、今後泣くことになってもその選択を選ぶの。選ぶわ、後先泣くか、目先で泣くか、どちらにせよ泣くなら目先をクリアして後先で策を考える方が賢明よ。そうか、ならもういい。私たちは月下に力を貸さない。従属に寄り添ってくれない主に従わない。なんでよ、確かに私は最高の結果を出せてないかもしれない。だけど最善の結果を出している。それでは誰も納得してくれないの。おったおった、行くんやろ。ほならさっさと行こや、月下さん。これこれ、せっかくここまで来たのに止まってたら時間の無駄やで。強烈、ボイコットするんじゃないの。ああ、操られとるんやな。うちも稲葉の根を発動してないとわけわからん思考になるからここではこの根を使っとるんや。操られてる。そうやそうや、うちはかなり大雑把な性格でぶっちゃけ自分勝手や。やけどここらに来たらなぜか他人を優先してしまうんや。月下班はうちより賢い。やから別にうちの考えを月下班に押し付けるつもりは一切ない。やけどここにおるとなぜか月下班を説得せなあかんって思ってしまうんや。なあ、思考が違うやろ。やからおそらく洗脳させてるんや。多分やけど、ここにおる奴の無意識な洗脳やな。都合のいいように状況が動くような感じやな。うちの目も洗脳と幻惑や。同じ洗脳なら自分自身に自分の洗脳をしてしまえばオッケー。問題なしや。そんなことがあり得るの。でも直感で動く強烈がそういうなら可能性がある。私も強烈と同じようにして影響を受けないようにしないと。神髄、月神奇性、強烈。ここ。どこよ。さすが強烈ちゃん、すぐヒント与えちゃうんだから。誰？あなたは。私は夜、絶望の究極形を持つ、七姉妹の七女。それで今眠っているのが、朝、希望の究極形を持つ、七姉妹の六女。私たちはこの空間から出られない、未完成の存在。こうやって私が起きてる時は朝が寝て、私が寝てる時は朝が起きる、そんな関係性なの。
私は朝がどんな子か知らない。起きてるところを見たことないから。でもきっと希望だから明るくて前向きな子だと思う。私みたいな陰湿な子じゃないと思うの。なんでわざわざそんな不便な状態になってるの。ダメな方をしてるから、エステルは完成度の低い方を存在ごと抹消して作り直す。だから二人一緒には動かない。エステルは嘘をついた。二人いるのに一人と言った。結果、あなたが選べば私たちのどちらかが消える。もういいよ。それといても、でもわかったでしょう。私たちは生まれたくない。放っておいてほしい。少なくとも主様のミガドルエデンと繋がらないうちはこうして一緒にいられるから。だからみんなを動かしたのね。私の都合が悪くなるように。それが絶望の力なの。そうだよ。あがけばあがくほど状況が悪くなる。現に月下は旧鬼神使から力を得られなくなったよね。私たちを利用しようとして今いる仲間すら失ったよね。それが絶望。相手を不幸に陥れる力。デバフの究極系。さて、状況はわかったよね。私は朝と一緒に行きたい。だけどそれを邪魔するのなら本気で殺す。私が死んでも意味がない。そういうお話なんだよ。これは。選ばせない。あなたにもエステルにも、あなたたちのエゴで私たちが切り離され、殺されてたまるか。まるで私が悪いことをしているような。いやこの子にとって私は悪なのでしょうね。私の都合で今の平穏を崩そうとしている。わかるわ。私ももし同じ状況なら無謀でも戦うもの。現状を知ったね。これで交渉する準備はできたかな。エステル。夜が言った通り、どちらかは消えるよ。もともとその想定で作ってたしね。なんでそんな無謀いことを。希望と絶望だからだよ。希望は絶望に感化されないより一層強い力を必要とする。絶望も同じ。だから互いにぶつけ合わせ、希望と絶望を高めさせ、優秀だった方を残し、究極系として完成する。敵は勘違いしてるけど、魂は足りてる。月下様が帝王様と現実で何度もキスをしていた時点でミカドオーラをしっかり獲得してる。問題はそこじゃないよ。希望と絶望、互いに暗い合い、どちらが残るか、そこが問題。けど困ったよね。ずっとこうやって互いに守り合ってたらいつまでも完成しない。6人目は生まれない。月下様の望みももちろん叶わないね。いいよ、ここまで知ったなら交渉をしようよ。月下様が希望か絶望を選んで、もちろん消えた方は一生戻らないし作れない。完成したら今回の剣だけ貸してあげる。だけど次からは貸さない。月下様が保てないから。そしてこの二人を見てかわいそうと考えた月下様の救済処置として二人とも生まれさせる。だけど、本来二人のどちらかは片方の才能を開花させるための養分。つまり二人同時に生まれた時、希望と絶望の究極系という才能は発動せず、身体ポテンシャルだけそこそこの中途半端な子が二人生まれる。つまり月下様の手でさえあるものを一人産むか、二人との才を壊し、凡人として生き地獄を味合わせるか。才を失う、月下様の妹、月下様と桜花様が苦しんでいたことを、あなた自身がこの子たちに強いるのです。今は二人一生望んでいてもそれは永遠ではない。いずれ才がないことに劣等感を抱き、馬鹿にされ、仲間外れにされ、隅に追いやられ、月下様も今後もっと強い従属を手に入れよう済みとなり、生まれた意味さえもわからなくなる絶望を今後長い人生味わいながら生きていくことになる。この子たちが望まない結果でも将来的に見れば幸せになる。逆にこの子たちの望みを叶えても将来不幸になることもある。その決断を月下様に委ねましょう。選んでください。この子たちの行く末を、そしてぜひ月下様の試練で役立ててください。この子たちはあなたの成功のための養分、何かを成し遂げるとき、そこには確実に蹴落とされたもの、犠牲になったもの、利用されたものが存在します。綺麗事で物事は解決しない。さあ、あなたの幸せを掴んでください。これが生きるということです。これを選んで犠牲者を出し、失望するを馬鹿には気に留める必要はない。現実はこれです。誰かを不幸にするのなら譲るというものは優しさではなく愚かです。世間ではそのものを、お人よし、扱いやすい、利用しやすい、バカ、容量が悪い、と言われ蹴落とされる。もう月下様はそのような思考でとどまる人ではないでしょう。決断を。絶望しちゃう。この子の何気ない言葉で私が病んじゃう。生きるとは、常日頃から試練なんだよ。死者選択の毎日なんだよ。怖いね。ダメらっしゃい。えげつない選択を用意した側が言うんじゃないわよ。
まったくそろそろ根っからのいい子な新キャラ出てこないものかしらね。悲しくないもん。いい子じゃないって言われて辛くないもん。少なくとも他のご神体の子たちより可愛い子だもん。引き分けいいもん。素直だもん。次回はいい子って